はーい、こんにちは。沖縄ババです。はい、パナシャーン。あにゃー。はーい、パナさんですね。かわいいですね。はい。皆、えー、さん、こんにちは。沖縄ババでございます。はい、えー。今回のね、モンスーンが結構大変なことになっていて、えー、いろんなところでね、干ばつとか、はまあ、洪水とかね、えー、いろいろ起きています。なんかね、あの、なんて言うのかな。 西武ザクイーンの国でもね、洪水起きてるみたいですね。もうね、世界中が、あもう、あのー、おかしくなってます。はいえ。気候がおかしくなってますね。はい。まあ、とりあえずね、見に行ってください。いろんなね、世界中で干ばつの様子とか、あまあ、なんていうのかな。その、水浸しになってるね、その様子ですね。そういったものが、あちょっとね、 えー、暇つぶしさんにあげられていました。あ、暇つぶしさんね、これ画像を、あのー、貼ってるんですよ。いろんなね、ところのね、ニュース記事の。はい。でも、ニュース記事自体はサクッと上されているものが結構あるようです。はい。しかしね、えー、ニュース記事の方はサクッと上してても、データとしてね、こういった写真は残っている場合が多いですよ、ということで、写真をあげていてくれました。 はい、ええー、まあ、これはね、あのー、まあ、あ真実を知るにはね、非常にいいことだと思います。はい、ええー、こういった状況なんでね、えー、いわゆるね、例の食料ですね、食料。はい、これが不足するかしないかは皆さんご自身で判断してください。はい、えー、えー、私は不足すると思ってます。はい。そして、えー、ちなみにね、肥料も生産停止ですから、はい、いろんなところでね、 はい、えー、まあ、これでね、不足しないと思える人は本当にね、えー、お花が咲いてるんでしょうね。まあ、どこで目覚めるかわかんないですけど、多分ね、お腹が空きすぎて、えー、これは、あれ、おかしいなと思う。はい。そういう事態にならないと気がつかないんでしょうね。はい、えー、自分が困ったとき、困った事態に陥らないと気がつかないという人たち。 はい、えー、多分そういう人たちが多いんじゃないかなと思ってます。はい、えー、世界はね、えー、まあ考える人たちで回、まあ、していくんでしょうね、今後は。はい、そう思っております。そしてね、えー、まあここら辺もね、私ちょっと言おうと思ってたんですけど、雑談にしちゃいましたけど。はい、えー、私も思ってるんですけど、あの完全な白も完全な黒も存在しません。はい、えー、全部グレーです。はい。 グレーで、えー、白が強いか黒が強いかだけの話です。はい。黒が強いグレーは、あーもうね、多分ね、えーさあの、最終的にはね、あのー、書のね、書の分分されるということですね。そこら辺、こうちょっとね、えー、理解をしとくとお、かなりね、気持ちが楽になると思います。完全な白も完全な黒もいません。はい。まあ、そういうことですね。はい。まあ、なんていうのかな。 あちっちゃなね、ピヨコちゃんをね、えー、まあ、シャツのね、シャツのガイガイしてね、えー、食べちゃうとかいう人はもうほぼほぼ完全に真っ黒ですけど、はい。まあ、そういう人を除いてということですね。はい。まあ、えー、ちなみにですね、えー、まあ、これ、これもね、あの、 セカンドチャンネルにあげようかと思ってた内容なんですけど、とりあえず雑談なんでね。えー、ちなみにあの、例のね、水廃図ですね、水廃図。私が時々取り上げてる、あのー、当の時代に書かれた予言書です。はい。あれの原文をね、私実は、あー 9月1日に、えー、Amazon でポチりました。9月の下旬に届くそうです。えー、これ原文で、まあ日本語のもね、1個出てるんですけど、えー、まあ日本語の場合はね、ほぼほぼ自分の解釈がこれついちゃってるんで、原文で読んだ方がね、まあいいかなと思って、C、えー、の国からね、原文を取り寄せることにしました。はい、えー、まあ、はい。 はい。一冊四五千円、四五千円なんですけどね。まあ、しょうがないです。これ、専門書だしね。あの、一応、航空便、航空便か船便かわからないですけど、ね、来るんで、えー、九月の下旬に配達されるようです。えー、まあ、なんていうのかな。 あこういったことをね、自分の目でやっぱり確かめないといけませんよね。何でもね、人に聞いたりとか、まあ動画とかもね、あの、いろいろ自分の目で見てますけど、それに関する動画もね、やっぱり自分の目で原文を読んでね、確かめるっていうことをね、これ絶対必要だなと思ってるんで、もうとりあえず原文取り寄せてね、読んでみることにしました。はい。まあそういうことですね。 はい、えー、こういうことを奥がらずに、まあ、やれるということが一番ですね。で、今はね、現代は、あのー、まあ、ネットにある情報もね、自動翻訳してくれますんで、はい、あのー、なんていうのかな、C の国のことが気になってる人は、C の国のね、あのー、YouTuber とかあ、まあ、記事とかね、ブログ記事とかね、ちょっとフォローしてね、 えー、四国関係のことを書いてる人いっぱいいますんでね。あのー、なんていうのかな。あの、かの今日の国とかね。自動翻訳して、まあ読んでみたりとかね。えー、そう、それでなんていうのかな。自動、今ほら、音声翻訳もありますからね。そういうのをダウンロードして、えー、見てみるというのもいいかもしれませんね。はい。まあそういうことです。何でもね、自分の目で確かめてみることは一番必要だと思います。 はい。ええー、まあ、そんなこんなでございます。はい。ええー、そしてね、ええー、自分は自分、人は人というね、そういった、あのー、なんていうのかな、ある種のね、割り切りも私は必要だと思ってます。もう、あのー、いろんなことでね、ええー、あの人はあー、言ったけど、忠告したけど聞いてくれないとか、そういうことでがっかりするのもね、もうちょっとね、あのー、 時期がね、もう違うかなって思うのでね。はい、えー。そういうことでございます。まあ、あの、聞いてくれそうな人に言うのはいいと思いますけどね。はい。えー、なので、えー、自分自身をね、保つために、あんまりがっかりしないことですね。人間全部、あの、白も黒もいませんから、全員ね、あの、いくらいいい人でも、黒い部分ってありますから。まあ、そういうことです。えー、なんて言うのかな。 ああ、なんていうのかな、意地悪なことを考えてたりとかね。えー、そういう人もいますから、良さそうに見えてね。なので、私たちは、こう、人間は基本的にグレーだと思ってた方が、ああ、いろんなことをね、あのー、なんていうのかな、そう、えー、落ち込まなくて済むと思います。はい。えー、まあ、トラさんのこともそうですね。 はい、えー、落ち込む必要ないです。はい、はじめからグレーです、人間は。えー、神様じゃないんでね、グレーです。はい、そういうことでございます。はい、えー、まあね、えー、ちょっと話が外れてしまいましたけど、ちょっと言いたかったことなんでね。 えー、とりあえずね、えー、こちら記事貼っときますんで見に行ってください。いろんな写真が出ております。世界各国の状況がわかると思います。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでーした。あら。なんかダメなんですよね、これ。